髪をほどいた君の仕草が。どうもこんばんは、俺のモルトです。今日もお休み前の一杯していかないか。自分にとっての俺のモルトを見つける旅は、自分の人生のコンセプトを定義づける行為でもある。うがった見方をすれば、自分の人生を明確に表現するボトルを選ぶということだ。だから簡単には見つからない。そうだな、俺の場合はひょっとしたらあと50年はかかるかもしれない。いいかみんな、俺たちのモルト旅はこれからも果てしなく続く。さて今回はリクエストボトルの紹介だ。今回で22本目のリクエストボトルはこれだ。グレンドロナック12年オリジナル。ドラグーンさん、リクエストありがとう。グレンドロナックといえば、過去に21年もののパーラメントを紹介したよな。グレンドロナックはスコットランドのハイランド地方で作られているシングルモルトウイスキーだが、グレンドロナック蒸留所の詳しい内容については21年パーラメントの回で説明しているから、まだ見ていない仲間はチェックしてくれよな。現在のグレンドロナックのレギュラーラインナップは8年ものから21年ものまであるが、年数表記によって熟成に使われる樽が微妙に違っていたりするんだ。例えば8年ならバーボンダルとシェリーダルで熟成した原酒をブレンドしたもの。18年はどうだ。辛口のシェリー、オロロソシェリーが詰められていたスパニッシュオークダルのみで熟成したもの。そしてこの12年はスペイン産の甘口のペドロヒメネスシェリーダルと辛口のオロロソシェリーダルで熟成した原酒をブレンドしたものだ。単に熟成年数だけに注目するんじゃなくて、どんな樽で熟成したものなのかを意識して飲むことで、ウイスキーはより深く楽しめるようになるんだ。エンセリオ、マジで。みんなもぜひ手元にあるボトルのラベルを隅々までチェックしてみてくれよな。それでは実際飲んでみよう。ボトルを開封するときはいつだってワクワクするもんだ。いただきます。甘くフローラルでフルーティー。第一印象は非常に好印象だ。ウイスキーを飲む人でこの香りが苦手だという人は一人もいないんじゃないかな。モルトウイスキーらしい香ばしさとフローラルスイートのハイバランス、これは癒されるな。ピートは皆無だ。変な癖が全くなく極めて正統派で、例えるなら国民的アイドルといった安定感。ふわっとしたお花畑を連想させる可愛らしい香りだ。ブエリシモ、いい仕事してますね。まるで自分が蝶々になって花の蜜をチューチュー吸ってるかのような濃厚なフローラル。驚いたのはこのフローラルスイート、めちゃくちゃ上品、エレガントだ。いいとこのお嬢さんが昼下がりに中庭でアフタヌーンティーを楽しんでるかのような、そんな上品な優雅さを感じる甘さなんだ。チェリーダル熟成特有のレーズンのような味わいもしっかり感じるが、チェリーの主張が強すぎないのがいい。香りが開いてきたらますます華やかになって、飲み手を優しく包み込んでくるかのようだ。甘いミルクチョコレート、そしてなんだろうな、不思議とセメダインのような香りも少しだけ感じる。重厚感はそれほど強くはないが、こういった可愛らしい味わいはむしろ控えめなボディの方がバランスはいいように感じるな。アルコール感は皆無、しっかりと熟成されていて癖のないメロウな余韻。火の打ちどころがない、めちゃくちゃ優等生なウイスキーだ。それでは今回も擬人化テイスティングしてみよう。このウイスキーを人間に例えるとどんな人物になるのかまとめてみた。これだ。突然だが、来年の2月後半または3月前半に初めてのリアルオフ会を都内で企画しようと思っている。詳細は年明け一発目の配信で告知するぜ。さてこのグレンドロナック12年、実に優雅で余裕のある人物像が現れた。性別は女性、年齢は32歳、エレガントで裕福な家のお嬢様、性格は穏やかで余裕を感じる雰囲気だが、一方で変更な一面もある。一体なぜこのように感じたのか。飲み込んだ瞬間に脳裏に浮かぶのは穏やかな昼下がりのお花畑、まるで自分が蝶々になって花の蜜を吸っているかのような濃密でフローラルな甘さが飲み手を優雅に迎えてくれるんだ。上品な味わいのウイスキーはたくさんあるが、グレンドロナック12年は特別だ。エレガント、裕福、優しさ、ぬくもり、そういったワンランク上の印象が際立っているんだ。一口飲めばささくれだった心も癒されるほどの何とも優雅なエントリー。みんなも経験があると思うが、上品だと感じる人からは決まって余裕を感じないか。このウイスキーはまさにそんな余裕を感じるお上品な味わい、それが余韻の最後まで丁寧に
続くんだ。ミルクチョコレートの優しさ、レーズンのふくよかさ、余韻の後半では中庭でアフタヌーンティーをやっているかのような、これまたエレガントでお上品な紅茶のビターが現れる。わかるか、気づけば飲み手は裕福なお家のホームパーティーの席でもてなされている状況だ。ところでこの女性に変更な一面があるとした理由はここだ。余韻の前半から中盤にかけて不思議とセメダインのようなケミカル臭が鼻から抜けるんだ。この接着剤のような香りはバーボンダル熟成のウイスキーで感じることはあるが、シェリーダル熟成のウイスキーにしては珍しいよな。グレンドロナック12年はバーボンダルは使っていないはずだ。いずれにしても上品で優雅な味わいの中に突然現れるケミカルフレーバーには違和感を覚える。あれ、ひょっとしてこのお嬢様少し癖があるのかなって感じのニュアンスだ。それでも全体の味わいは濃密でメローでハイバランス。このウイスキーはまさにそんな余裕を感じるお上品な味わい。それが余韻の最後まで丁寧に続くんだ。グレンドロナック蒸留所のディスティラーの仕事の丁寧さ、こだわりがひしひしと感じられる一本だ。それでは今日の総評だ。このグレンドロナック12年オリジナル、優雅なフローラルスイートを濃密に味わうことができる、おそらく誰が飲んでもうまいと感じるほど完成度の高いシングルモルトだ。値段も手頃だから、初めてシングルモルトを飲むという仲間がいたらパワープッシュしておこう。ウイスキーってうまいんだってシンプルに感動できるはずだ。蒸留所が1000カ所あれば1000通りの作り手の思いが存在する。それが一つ一つのボトルに詰められて、俺たちはそれを飲むことでディスティラーの情熱に触れて、作り手と飲み手はつながることができるんだ。改めて思うことは、やっぱりウイスキーって素敵だよな。これからも俺たちのモルト旅を豊かに楽しんでいこうぜ。さて来週は今年最後の生配信をやろうと思っている。12月25日の土曜日、時間帯はいつも通り夜の10時から1時間の予定だ。クリスマスということで、すでに予定が入っている仲間もいると思うが、我こそはクリぼっちだという寂しい仲間がいたら一緒に飲もうじゃないか。ちなみに我が家のクリスマスは毎年24日に家族でホームパーティーすることが定例になっている。だから25日はみんなとしっかりホーリーナイトできるぜ。よろしくな。それでは今日はこの辺で。ブーナスノーチェス。おやすみ。